昭州は、当朝の第二十二代皇帝。異臭の七男で、貴宗の弟にあたる。八百八十八年四月に、兄の貴宗が崩御したため、当時当の実権を掌握していた観願のよう、副教により擁立された。即位当初は、藩鎮が農民反乱の平定に乗じ、勢力を拡大していた時代であった。昭州は、 軍事力の増大による朝廷の支配権の再行を計画したが、反鎮の再疑心を生み、法省節度氏の李も地差の反乱を引き起こした。混乱の中、光化3年11月には一部の官,官勢力がクーデターを起こしたために、昌州は大尉に追い込まれ、皇太子李広氏が新皇帝に即位した。しかし、天福元年正月には別勢力の官,官らが放棄し、 昭州は皇帝に帰り咲いた。反乱軍が長安に迫ると、寒岸の藩明海は、皇将への逃亡を進言した。天又三年、李持貞は、藩明海と、蝶彦広を殺害し、官軍の主前中と和議が結ばれ、反乱は、終結、昭州は、長安へと帰還した。その後、李持貞は、主前中により失脚させられ、主前中が、 最大反鎮として勢力を振るうようになった。主前中は、自らが皇帝に即位する準備として、内定の官五5000人余りを殺害し、地方の官軍の任に当たっていた官,官も処分した。天遊元年正月、主前中は大臣らの反対を押し切って、落葉に戦とした。利活用、利持ちさだ、王権などが、主前中に反旗を翻した。 天遊元年8月11日夜、昭州は、主前中に派遣された、主優康、祝葬、昭氏ズテルラの率いる兵によって暗殺された、宮中を逃げ回った末に殺されたと言われている、去年38、後継者は主前中によって、旧男の輝きを理想が相手へとして擁立される、ことになった。897年に、 党に対して、牧会の大法制が、牧会の席字を白木より上位にすることを要請したが、党が不許可にしたことを感謝して、白木の再遅延が執筆し、白木王である高安王から、東皇帝である昭集に宛てた、公式な国書である、社福本北国上表には、牧会を建国した大祖坂へは、高栗寮内に居住していた、続末末活人であり、牧会は、 高栗領内に居住していた、俗末末活人によって建国されたと記録されている。社不元北国以上表は、牧会が存在していた、同時代の資料であり、また、白木王から、東皇帝へ宛てた、公式な国書であることから資料的価値が、極めて高い第一等資料とされる。新祈願牧会の源流なり、栗未滅の字、本有勢部落。末活の俗、 サネシゲユート、ゼメイ族末将茂かつてチククリ内氏。その首領コズヨンは及び、ダイソ栄島、イタリブリン町の際、自衛収作しかも逃げ、長居荒岡、師匠ブリコク。自由クリー人、木筆草流牧会の源流を考えてみるに、コウクリが滅亡する以前、コウクリ領内に帰属していて、取り立てて言うべきほどのものでもない末活の部落があった。 多くの住民がおり、俗末末活と呼ばれる集団であった。かつて、唐が高栗を滅ぼしたとき、彼らを、内すなわち、唐の領内へ移住させた。その後、側転、武功の治世に至り、彼らの狩領である、コ津四匹は及び、大僧、坂へらは、移住地の英州を脱出し、荒岡に拠点を構え、ブリ国と称して自立した。高栗の移民、 木筆の所属がこれに合流し、その勢力は発展していった。最遅延、社府元北国以上表 ABC 正都日本北海関係史の研究、吉川博文館、2001年4月、172ページ。ISBN 978から46億4 2 0百2万3634。石井正都日本北海関係史の研究、吉川博文館。 2001年4月171ページ、ISBN 978から46億4 2 0 2万3634。ありがとうございます。